前編を見てない方は先に前編を見てください。今日は無理、誰一人ホタルイカを救ってないです。このままではお家に帰れない。プラン B を発動します。プラン B を開始。ラベンダービーチに行って翡翠を拾う。翡翠ポイントとホタルイカポイントは近いです。ラベンダービーチでは紫の翡翠があるみたいだぞ。紫の翡翠は超希少なので高く売れるはず。夜が明けてきた。なんで、すっぽんぽんなんだ？ラベンダービーチは、もうすぐ。ここがラベンダービーチです。紫の翡翠。普通の翡翠。ターゲットは紫の翡翠です。景色がいいビーチだな。紫の翡翠はどこにある？翡翠は重たいです。翡翠ではない。歩きにくいなー。どんどん体力を奪われていく。キャー、これは、翡翠っぽいです。持ち帰ります。紫の翡翠？ちゃう。翡翠ハンターがいるよ。もう、ヘトヘト。どっかで眠ります。今日の別荘は、ここです。
おやすみなさい。地面が冷たくて寝れない。食事をしましょう。ここ、ダメ。紫の翡翠なんか、ありません。川で翡翠を探そう。この姫川の支流に、翡翠の産地がある。海より、姫川で翡翠を探した方が、効率的だ。紫の翡翠？キープです。おやすみなさい。ここは、どこ？2時間くらいは、寝れたな。夜はホタルイカを狙います。飯を買う。焼き鳥。まだ、ホタイカちゃんタイムじゃない。風が強くて、極寒だぞ。まずは、飯にしましょう。成形炭を使います。餅を焼く。鏡餅を焼くのは、すごく時間がかかる。焼き鳥も焼きます。それでは、いただきましょう。塩。
塩はいらないな。一味唐辛子。焼き鳥、うまい。ごちそうさまでした。ホタルイカすくいを始めましょう。今日もダメだ。誰一人、ホタルイカを救っていないです。魚津港のハンターがホタルイカを一匹捕まえたって。魚津港に行くしかないでしょう。ゼロはゼロだが、一は無限の可能性を秘めています。もう、長距離の場所替えをしてる時間はないぞ。速攻、ホタルイカを見つけたー。死んでるけど。もちろん、ゲットです。長靴を履く。うぐいだな。もしかして、一匹で終了？全然ホタルイカがいません。死んでるイカは、砂だらけなので、内臓を取り出す必要あり。スルメにしよう。救えたー。泳いでいるイカを救ったのは初めてです。大量ゲットは無理だな。だってホタルイカが全然いないもん。靴下がびしょびしょだー。力尽きる前にお家に帰ります。
腰が痛い。湿ったカイロは暖かくならないぞ。ホタルイカでスルメを作ってみよう。内臓なしと内臓ありです。味付けした方が良い感じです。軽く塩を振っときます。干します。翡翠なのか鑑定してみます。わかりません。比重を調べます。83.4。50.5。3.5。糸を結ぶ。ゼロにする。1.4。19.6。30.7。比重は、重さ、割る、水の中で吊るした重さ。翡翠の比重は、3.3前後です。これは翡翠ではない。これも翡翠ではない。これは翡翠のはずです。全部、ただの石ころでした。星、完了。炙ります。この100円のスルメも炙っとく。いただきます。拾ったイカ。酒の魚になります。来年も拾った砂入りのホタルイカは内臓を取ってスルメにしよう。すくったイカ。生臭い感じ。
スナナシのホタルイカは別の食べ方をした方がいいな。応援をお願いします。